ハルキウ地下鉄は、ウクライナのハルキウで運行されている地下鉄である。ハルキウ地下鉄の計画は、ウクライナソビエット社会主義共和国が首都を、ハルキウに置いていた時期に遡る。1968年7月15日に着工し、7年後の1975年8月23日に、現在のホロドノギルスイコザボードスイカ船が開業した。現在、39。 6km の路線を有し、2006年には1日、約8万人、1年で約2億9300万人の乗客を輸送している。開業以来現在までに70億人の乗客を輸送している。かつてはウクライナ運輸省が直轄していたが、2009年にハルキウ市に移管された。ハルキウ地下鉄で用いられるトークン乗車料金は2009年2月14日の 時点では50コピー以下であったのが2011年3月12日より2フリブニアに上昇した。これまでダークグリーンやダークブルーのトークンが用いられてきたが2007年7月より非接触型 IC カードが導入された。このカードでは最大500フリブニアまで入金でき学生はカードで乗車すれば50%割引となる。カードは7フリブニアで販売されている。あり。 トークンを購入する。2012年に予定されている新駅の開業を契機として地下鉄その他の公共交通機関に非接触型 IC カードの導入が予定されている。2011年10月26日、春木市議会は2ヶ月以内に2ヶ月を目途にトークンを廃止することを決定した。トークンはバーコード付けの紙製の切符に置き換えられる。 始発電車は5時30分から、最終電車は0時45分まで運行している。運転間隔は、ラッシュ時は2から3分、その他の時間帯は4から6分間隔である。21時台には平均で10分間隔、22時台以降は13から18分となる。2019年現在、春休地下鉄に在籍している車両は、以下の通りである。ありがとうございます。